はい、こんにちは、ハコタンです。今回はこのタミヤのマンタレイです。このマンタレイは最初1990年に発売されました。当時のタミヤの 4WD のモデルとしては最も安い 12,800 円で発売されました。 4WD のバギーの定価としてはね、すごい安いよね。定価は安いんだけど中身はかなりね濃いめです。それまでに発売されていた 4WD のバギーのいろんなノウハウがこのマシンにね割と詰め込まれています。このマンタレイシャーシ、足回りはもちろん前後ダブルウィッシュボーンになっていて、結構長いオイルダンパーがついてます。ギアはこんな感じ。前後ともかなりストロークがあります。そしてシャーシはバスタブ形状になっていて、でこれより以前の古いシャーシだとギアボックスをシャーシから外したりしないといけなかったのが、このマンタレイシャーシではシャーシからギアボックスを取り外さずにギアボックスは開閉できるようになっていて、全てのギアがカバーを外すことでアクセスできるようになっています。で、中古でこの類のシャーシを購入する場合、CC01 なんかもそうなんだけど、このバッテリーホルダーがなくなっていることが多いので、バッテリーを止めるときに使うこのバッテリーホルダーの部品なんだけど、これ結構なくなっていることが多いので、中古で購入する場合はこれがねなくなっていないか注意した方がいいと思います。あとパワーを上げるとこのプロペラシャフトが飛んでいっちゃうっていう話があるので、中古で買うとこのプロペラシャフトもなくなってる場合があるので注意が必要です。であとこのマンタレイ系のシャーシ、 TA01 シャーシ、 TA02 シャーシなんかもこれ同じ部品なんだけど、このモーターマウントの部品、標準のものだと樹脂のものがついてるんだけど、これが結構折れやすいみたいで、ハコタンもねこのマンタレイ中古で買ったんだけど、標準の樹脂のものはこの部分が折れていました。なのでこの金属製のものに交換しています。で、当時はタミヤさんこれアルミ製のものが出ていたと思うんだけど、今はちょっと新品では売ってないようです。ちなみにこれは車外のものをつけています。で、ツーリングカーの TA01 シャーシの元になったシャーシとしても有名なシャーシです。このマンタレイをベースにサスアームやダンパーのステーなどを短くしたのが TA01 です。で、ハコタン、このマンタレイのシャーシのことを DF01 シャーシって言うんだと思ってたんだけど、このマンタレイのシャーシはもうマンタレイシャーシっていうみたいです。で、これと別にこのシャーシを元にした DF01 シャーシっていうのがあって、そっちはあまり見かけないので結構ね希少だと思うんだけど、DF01 シャーシっていうのはこのシャーシをベースにして XB 用に開発されたシャーシみたいで、このシャーシのバスタブの部分の形状が違っていて、マンタレイはオイルダンパーなんだけど DF01 シャーシっていうのはフリクションダンパーになってるようです。ちょっとね DF01 シャーシの原車はね見たことないんだけど、その XB の DF01 シャーシの方はスーパーマンタレイとネオトップホースがあります。スーパーマンタレイとネオトップホースって結構中古の弾少なめだと思うんだよね。で、このマンタレイはタミヤのラジコンカーの歴史の一つの節目になるマシンだと思うんだけど、このマンタレイ以前のマシンは割とマシンごとにシャーシが違っていたりして、この辺りからねマシンの名前は違うんだけど、基本的にシャーシは一緒でボディやねタイヤが違う程度の違いになっていきます。一台一台のシャーシの個性はねこの辺からねちょっとなくなってしまうんだよね。やっぱりね世の中の時代の流れで景気がね悪くなってきた頃だし、で、あとはやっぱりこのシャーシをベースにしたツーリングカーの TA01 が出たことによって、すごいねツーリングカー、こっからすごいツーリングカー人気が出たので、それ以降はねちょっとバギーカーは一旦ねフェードアウトしていく感じになるもんね。やっぱり実車のスポーツカーもかなり人気があった時代だったので、やっぱり実車寄りのツーリングカーにはねちょっと人気では押されていっちゃったんだよね。というわけで今回はマンタレイノーマルの状態で走らせに行ってきます。公園着きました。送信機、マンタレイ、飲み物、おやつ、そして久しぶりのゴリラ。今回 ESC はホビーウィングのクイックラン1060です。そしてモーターはノーマルで、バッテリーはニッケル水素を使います。そしたらマンタレイ初走行行ってみたいと思います。
やっぱさすがに久しぶりのノーマルモーター遅いな。最近速いモーターでばっかり遊んでたからノーマルモーターめっちゃ遅い。ノーマルのモーターだとパワーがなくてテールをスライドさせられないので、アクセルを少し緩めると曲がっていく感じです。おそらくパワーを上げると結構スライドするようになるので、動きがだいぶ変わってくると思います。はい、というわけでノーマルのマンタレを走らせてきました。ノーマルモーターだったんで結構ねまったりした感じで走らせてきたんだけど、このマンタレは結構ねこのサスのストロークもあるし、これも結構ねパワー上げたら楽しそうな感じするよね。であとこのマンタレは上位モデルにシャーシなどが FRP になってるトップホースや、今年再販されるねあの話題のトップホースエボなども、基本はこのシャーシがベースになってます。でこのマンタレは少し前に再販されていたんだけど、去年の今頃は結構売ってたんだけど、今またねちょっと新車の方は入手困難な状態になってます。ちょっとこれ見てもね、今ちょっとマンタレはね乗ってないもんね。はい、というわけで今回はねマンタレを走行させてみました。今後もまた別のマシンや今まで紹介したマシンをちょこちょこいじって走らせていきたいと思っています。もしよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと作業用などに走行シーンのみのもう一つのチャンネル、ラブ RC by ハコタン TV の方もぜひ登録よろしくお願いします。あとエンディングでスローの映像がありますので、もしよろしければご覧ください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあねー。In the beginning, there was time.